先生か。五代目がお呼びだ。人中力だから昔は辛い時もあったけど、今の俺は絵の天生だ。そんなの知るか。あの女がこうして俺の目の前にいる。二人とも山のようにある。後にしろ。なぜ俺だけ残した。お前は当時何も知らなかった。うちハイチ族の愚行も何も、子供だった。いくら立て札を書き換えようとも、もう俺の目はそのまま。